理解を得られるように農林水産省は責任を持って意見調整を行うこととも言ってるわけですね。でなぜですね内閣府はこういう意見が文科省から出ているのに農林水産省と調整しなかったのか。農水省は文科省からですね出された意見をあの内閣府からですねあの聞,聞かれましたか。 山本大臣、えー。文科省からのそうした意見について、えー、問い合わせはございませんでした。上智子君。あの、昨日のですね、質問で文部科学大臣は。ええー、三章で調整した、してきたというふうに答弁してるんですよ。三章で調整してきたと。で、山本地方創生大臣はですね。十一月二日に関係省庁間の事務的な調整を終えたんだっていうに。 言ってるんですけれどもこれはいつ調整したんでしょうか山本大臣最終的に調整が終わりましたのは12月22日に三大臣合意文書を作り上げた時でございます上智子君それ。 結論だけあるんですけれども、先ほどですね、私あの、櫻井委員がです、ね、あの質問っていうか、要求されていましたけれども、やっぱりこの経過がです、ね、その間が見えないわけですよ、調整したっていうんだけども、そこのやり取りとか意見表明でどんなやり取りがあったのかということ、あるはずなのに、それがすっぽり抜けてるわけですよ。これはね、全然納得いかないわけですよ。これあの、その過程について、ぜひ出してほしいと思うんですけど山本大臣。 えー、私が調整をさせていただくべき立場にはありません、従いまして、獣医師のを所管する、特に産業動物と公務員獣医師の受給について計画をさせていただく立場といたしまして、えー、一つの意見をまとめ、そしてそれを終始一貫。 どのような会でも申し上げてきたわけでございまして、そうした趣旨が盛り込まれている取りまとめ文書につきましては、私はコメントなし、すなわち了解という判断をさせていただきました、あとにつきましては、私ども全く預かり知らない分野でございますので、えー、質問にお答えしようがないということでございます。 上智子君とにかくその途中の経過がね、わからないんですよ、それで先ほど、櫻井委員も要求しましたけど、この途中のプロセスですね、これを提出するように委員長にお願いしますご国理事会で協議いたします上智子君昨年の10月末っていうのは、あの農水大臣は TPP の質疑をいろいろやってたときで、まあ、採決を匂わす発言をしてたときなんですね、だから獣医師どころではなかったのかもしれないと思うんですけれども。 しかし、11月の9日に行われた国家戦略特区の、えー、区域諮問会議、これはちょっと違うんですね、山本地方創生大臣は、計画案は山本農水大臣の同意を頂、えー、い,いているというふうに言って、山本農水大臣は、まあ、そこに出席をしていた、その会議にね、出席をしていたと。 で産業動物、産業獣医師の確保が困難な地域があるので、解決につながる仕組みになることを期待したいというふうに発言をされているわけですよ。で農水省の従来の見解というのは、獣医師の需要は全体としては足りてるということだったわけですね。獣医師が確保できるように、本来だったら全国的な支援,や支援とか調整をしなければならないわけですけれども、そうではなくてです、ね、一気に特区に飛びつこうとしたわけですよ。 この見解の変更はいつ、どこで議論されたんですか山本大臣あの獣医師の受給につきましては、終始一貫、全体としてはあ、需要と供給のバランスはあ整えられているという認識であることは伝えさせていただいております。 ただ家畜とペット、い、まあ、わばそれぞれ獣医師さんの専門分野が違っておりまして、一概に言えないわけでございますが、ペット1頭あたりの診療回数が増加しておりまして、まあ、ペットの数は少なくなっているものの、 都会におけるペットの獣医師さんの需要というのはかなりあるものと認識しております。ただし、その酪農畜産の盛んな地域におきます産業動物医、 獣医師あるいは公務員獣医師の皆さんは不足感がかなりあるわけでございましてその時給バランスをどう整えていいのかそういったことについては私ども こう、その、獣医学部や、あるいは、あその、獣医師の獣医師会の皆さんが、ぜひ、やっていただきたいと期待をかけていたわけでございます。しかし、長年の経過の中で、なかなかそうした需要ニーズ、地域的な偏在というのは埋まらないわけでございまして、その意味において、 この学校が地域的にその不足感のある四国で開かれるということに対しましては、率直な意見として、この地域の獣医師、特に産業動物獣医師の皆さんが地域に残ってくださればという思いを申し上げたわけでございます。まあ、こうした点を 常に申し上げているだけのことでございまして、えー、全体として、獣医師に需、えー、給バランスが崩れているというところを申し上げたことは一回もありません上智子君。あの結局、思いはね、いつも言ってるということなんだけども、今、私聞いたのは、 あのいつね、今までの主張していたことを変更されたのか、どこで検討したのかということを聞いたわけで、いや、答えはいいです、<laughs> でこのあとですね、結局、12月22日には、内閣府と文科省と農林水産省の三大臣の合意に至るわけですよね。で、加計学園ができれば、これ、新たに獣医師になる方が出てくるわけです。獣医師の需要は足りてるって言っていた農水省が、ですね従来のをまあ変を変えた経過と全く分からなくて、分からないんです。 でなぜですね期待するとまで言って、核学院の設置に飛びついたのかということなんですね。安倍総理は諮問会議で岩盤を一つ壊したっていうふうに自慢しているわけですけれども、安倍総理のお友達のためにですね税金を使うとか、ですね政治の私物化するということは、これは本当にやめるべきだと思いますし、農水省は本来のですね役割を果たすように強く求めておきたいと思います。それであと残りの時間で、ちょっと林野の問題を質問したいと思います。 それで林野庁の委託事業で、えー、多様な、えー